はい、こんにちは。沖縄おばばです。あいみきさんですね。はい、椅子の上にね、いますね。はい、えー、っとですね。えー、皆さん、こんにちは、えー。実は皆さんも見たことあると思うんですけど、あの、プラネットですね。地球の、はい。プラネットのロックのダウンタウンという映画がありますよね。 あれの監督さんが非常に面白いことを言っていました。これね、記事貼れるかどうか分かりません。本当にギリギリです。はい。まあ、あの、頑張って貼りますのでね、皆さん見に行ってください。英語なんですけど、えー、いつもの自然なね、はい、ナチュラルなニュースさんからです。はい、えー、どういうことかというとね、例のプラネットのね、え、ロックのダウンタウンですね。 それはあ、どうやらね、えー、指導しているのは、えー、中央のね、センターですね。はい。中央のセンターのね、えバーンクですね。銀銀の高校があ指導していると。はい。まあ、そういうことでございます。はい。えー、中央のね、銀行の指導のもとやっていると。はい。また面白い事実が出てきましたね。これね。 はい。運んぎさんはお水を飲む、飲みに行くみたいですけど。はい。はい。えー、これね、本当だとしたらすごいですよね。はい。平均孔ですかって感じですけど。まあ、そうでしょうね。ある意味ね、えー、首謀者の一人ですからね。はい。ええー、まあ、そういうことでございます。 はい。その映画監督さんが言っておりました。はい。そのことについてね、詳しく書かれています。そしてね、例のね、えー、例のあれですね、あれ。はい。あれは何のために、えー、みんなにね、えー、食べさせてたのかっていうことを言ってるんですけど、が顎の背ですね。可愛い,いですね。はい。えーと、あれをね、食べさせた理由です。はい。それは、あは、もちろんね、もちろん、 ツーのね、ツーの真のためでございますよ、皆様。やっぱりなーって思いました。はい、そういうことを言っておりました。はい、こちらの方ね、えー、ちょっと晴れるかどうか分かりませんけど、頑張ります。はい、えー、まあそういうわけで皆さん見に行ってください。 はい、えー、今日もね、一日ありがとうございました。これでね、今日の配信は終わりにしたいと思います。はい、えー、これからね、いろいろちょっと、あのー、翻訳してね、動画を上げないといけないということもあるんでね。えー、またそのうちね、えー、ちょっと近いうちに、はい、近いうちに、えー、メンバーさんのチャンネルと、あと、あれですね、あのー、1日2日です。はい、えー、セカンドチャンネルの方にもね、 動画あげたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ここに3日のうちにね。またあげますのでね。はい、それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。あー〜ミキミキーはい、みきさん、みきさん、あ〜川こっちも来ましたね。可愛い,いですよね。ね